始めます。なものがありましたね。冷蔵庫もありましたね。ここで問題です。なぜ冷蔵庫が保健室にあるのでしょう。考えてみてください。答えは、学校が始まってからみんなで保健室の先生に聞いてみましょうね。ここは職員室です。中にはどんなものがあるのでしょう。ここは校長室です。中にはどんなものがあるのでしょう。
ありましたね。いろいろなものがありましたね。図工室には大きな机もありましたね。ここで問題です。図工室にはなぜ大きな机があるのでしょう。考えてみてください。考えられましたか？答えは、学校が始まってから、みんなで先生に聞いてみましょうね。
館です。中にはどんなものがあるのでしょう。どんなものがあったか、お家の人に言ってみましょう。いろいろなものがありましたね。ボールもありましたね。ピアノもありましたね。ここは図書室です。どんなものがあるでしょう。どんなものがあったか、お家の人に言ってみましょう。ここは放送室です。中にはどんなものがあるのでしょう。
中にはどんなものがあるのでしょう。ここは家庭科室です。中にはどんなものがあるのでしょう。いろいろなものがありましたね。消火器もありましたね。ここで問題です。家庭科室にはなぜ消火器があるのでしょう。答えは、学校が始まってからみんなで先生に聞いてみましょうね。ここは理科室です。中にはどんなものがあるのでしょう。
人に言ってみましょう。いろいろなものがありましたね。引き出しもたくさんありました。引き出しの中にはどんなものがあるんでしょうね。英語のお勉強をするお部屋もあります。終わりです。楽しかったですね。